こんにちは。東京大学理学系研究科物理学専攻の田村海です。東大を辞めたいです。はい、今回はそれをご報告させていただきたいなと思って動画を回しています。これは皆さんがどう受け取るかはちょっと分かんないんですけど、東大が嫌になって辞めたいなってなったわけではなくて、別に入りたい大学ができてしまって、そちらの方に全力を尽くしたい、私が入りたい大学っていうのがヒーローズ大学に入りたいです。ヒーローズ大学って言って皆さん分かりますかね。就活とか大学院の研究とか自分の人生について考えることがめちゃくちゃ多くなってて、どうしようかなって不安になってる時に友達にこんな大学あるよって教えてもらって、調べてみたら日本最速でバズれる大学っていうのを見て、日本最速と思って、最速ってめちゃくちゃかっこいいなと思って、すっごい惹かれて、まあ、自分に足りないものは何なのかってずっと思ってたんですけど、最速になったことがないんですよ。どの分野でも日本最速の冠を持ってる人なんて思いつくところ桐生ぐらいしかいないじゃないですか。それに肩を並べることができるってなったらかっこいいなって思って、ヒーローズ大学に入りたいって思いましたね。さっきちょっと調べてみたところ、講師に米尾がいて、え、米尾いいんじゃんと思って、継承略すいません、米尾いるっていうところに、まあ、めちゃくちゃ惹かれましたね。米尾飲食店の方なんですけど、米尾の元で勉強できるっていうのはなんか結構惹かれるものがあるなっていうところで、その2つで私はヒーローズ大学入学を決意しましたね。でさっき、まあ、入りたいなと思ってちょっと調べてみたら、ヒーローズ大学には適性診断みたいなのがあって、まあ、これが入試みたいなもんなのか分かんないんですけど、ちょっとやってみたいと思います。これで結果が出ました。私のインフルエンサータイプは理想を形にする開拓者タイプ、結果業界コミュニティがおすすめということになりました。なんかまあこれどう受かったってことでいいんですかね、入学したってことでいいのかな、ちょっとそわそわしますねってなると、もう入学決定みたいなとこはあるんですけど、ちょっと一個めちゃくちゃでかい懸念点があって、これ学割効くんかなっていう、ヒーローズ大学って積んだいって学割効くんですよ、学校法人だから。ヒーローズ大学って学割効くんのかなっていうのが今すっごい不安で、ここをどうするかっていうのが今ここに使えてるっていう感覚がありますという感じですね。入学については私を手塩にかけて一生懸命育ててきてくれた親に、ヒーローズ大学入りたいから東大辞めたいよってことだけちょっと相談してみて、それでどうなるかっていうのを考えてみたいと思います。皆さんちょっと把握よろしくお願いしますっていうご報告でしたね。挨拶が変わることになると思うんですけど、最後にちょっと挨拶だけお願いします。こんにちは、ヒーローズ大学業界コミュニティ学部の田村海です。ありがとうございました。